皆さんこんにちは、福ちゃんです。今回も新加入選手をゲストにお迎えしてのリモート収録をお届けしたいと思います。まずはこの方をお呼びしましょう。うっちーさん、こんにちは。あ、こんにちは、よろしくお願いしますよろしくお願いします。じゃあ今回のゲストなんですけれども、はい、うちさんから見てどんな方ですか？はい、あのね、食堂でみんなのスリッパをきれいに並べれる選手です几帳面な方なのかなということで。そうですね、はい、早速ゲストをお呼びしましょう、はい、今回のゲストはハン・ホガン選手です。こんにちは。あ、さすが。あ、いいねいいよかぶせてみました、うちさん。ノリがいいのが伝わりました。いい笑顔、いい笑顔あ、本当、なんか笑顔素敵ですね。しかもイケメンですし、笑顔が可愛くってイケメンなハン・ホガン選手なんですけれども、ウチさんから見てハン・ホガン選手っていうのはどんなプレーヤーですか？そうですね、気持ちを前面に押し出して戦うことができる選手で、まあ、今ちょっとチームの状況が厳しいんですけど、こういう時だからこそ声を出して引っ張っていける選手ですね。うん、頼もしい。嬉しいですね。はい、じゃあ今日はそんなハン・ホガン選手ガンガン攻めて掘り下げたいと思いますのでよろしくお願いしますそれではハマる横浜 FC5 月号スタートです。今回のハマる横浜 FC は新加入ハン・ホガン選手をゲストに迎えてのリモート収録。横浜 FC の新たな元気印、魂のディフェンダーの素顔に迫ります。この番組は株式会社アンデザインと、食を通じて喜びと感動を、株式会社レオックの提供でお送りします。さあ、まずはプライベートなお話に迫っていきたいと思うんですけれども、ホガン選手、はい、本音で嘘なくカッコつけずに答えてくださいねはい、任せてください。その笑顔をちょっとね、苦笑いにするぐらいいきたい。ウチさん、行っちゃいましょう、一緒に行っちゃいましょう。あ、行こう行こう。では、一つ目、ハマっていることは何ですか？最近ハマってることは、ビジネスの勉強ですね。すごいな。あ、かっこいい自分で言う？サッカーをしながらビジネスの勉強されてるんですか？やっぱいつか終わるじゃないですか、サッカー選手。うーん、でその後の人生の方が長いので、僕一人なんで今独身ですし、うん、なので今のうちにちょっと準備できることはやっておかなきゃいけないなと思って。具体的に何をやりたいとかある？いや、まだ何もこう決まってないんですけど、うん、でもこう今までサッカーしかやってこなかったんで、うん、違うこともやってみたいし、ただこの今までこう積み重ねたことを次の世代の子どもたちに、僕しか伝えれないこともあると思うので、うん、それを伝えたいなと思いますし、うん、ビジネスにつなげて、つながるのかな、どうなんだろう。ちょっと自慢できる特技。自慢できる特技は、僕はバイリンガルですね。日本語と韓国語。あの、ありがとうございます。アニャセヨ、チョンペケスムンダ。チョンペケスムンダ。ちょっと喋れるんですか？ハンホガンシー、サラヘヨぐらいです。カムサンビダ。とんでもございません。上手ですよ、でも発音とか。いや、でもやっぱすごいさすがですね。もうペラペラ。ペラペラですね。どっちも同じように話せます。まあ、まだその日本語の方が話しやすいですけど。うん、ただ僕は小学校から大学まで朝鮮学校通ってたんで、うん、そこで勉強しましたし、やっぱなんかバイリンガルってかっこいいですよね。そう、言葉がかっこいいですよね、うん、それこそなんかこうビジネスに将来なんかすごく役立ちそうじゃないですか？そうですね、うん、何かしら有利に働きそうな気がしますけどね、うん、はい、オフの日の過ごし方。本当は出かけたいんですけど外に、まあ、行く相手もいないので一緒に、うん、だから一人で家でネットフリックスで韓国ドラマ見たり。おお、二人だったりしないんですか？どこに突っ込んでくるんですかそれは今一人を強調されたから本当かなと思って。余計怪しいと。それが余計怪しいなと。韓流ドラマ、ちなみに何をご覧になってるんですか？
まあ、いろいろ見ますけど、最近見てるのはあのヴィンチェンゾって言って、あの知ってますか？まだ見てはないんですけど、すごい話題のやつですよね。はいはいはい、出てる俳優が好きで、ソン・ジュンギって言うんですけど、うん、前作が太陽の末裔って、あの軍人のね、うん、ラム系の、はい、はいはい、素敵ですよね。素敵です。ウチーさん、ウチーさんついてきて。いや俺は全然わかんないな。わかんないですよ。ソン・ジュンギわかんないってやばいですよね。ちょっとあダメです。やばい。はい。そうです。ダメです。ソン・ジュンギかハン・ホガンかみたいな。そんなレベルなの？ホガンがそんなすごいレベル。ひどいひどい。確かにウチーさん。いやいや俺普通に接してるからさ、はい、そんなレベルの人と、いやソン・ジュンギとちょっとね肩は並べられないですね、さすがに。おこがましいです。この世でホガン選手が一番苦手なもの？あ、絶叫マシンですよね。あ、意外なんですよねこれ。意外だね。いや俺ね、昔からダメなんですよ。しかも高いところがちょっと苦手で、例えばその富士急みたいなジェットコースターなんていうのは考えられない、はい、いやもう多分涙出ると思う。そこはもう戦えないです全然。ちなみに最後に絶叫マシン乗ったのっていつですか？あの研修で大学3年生の時、研修であの平壌に行くんですよ。ほうほう。1ヶ月半ぐらい、うん、であっちの遊園地に行こうみたいな、うん、なんか怖そうだな、イメージで怖そうですよね、うんうん、ちょっと安全なんかとかちょっと不安もあるじゃないですか。いやそうだ。そこからだよね。全然大丈夫なんですけど、うん、で行って、あ、乗りましたね。それが最後です。もうそれを機にもう乗るのはやめようと。はい、もう自分から乗ることはないと思います。この後福ちゃん恒例のあの質問でハン・ホガン選手が番組初の驚きの発言を。ではこのお時間がやってまいりました。私だけではなく視聴者の皆さんも大好物な、大好物、ホガン選手の好きな女性のタイプはどんな方でしょう？旅サラダっていう番組にリポーターとして出てる、はい、広瀬美香さんっていう方がいるんですけど、はい、はい、タイプです。存じ上げております。とても綺麗で、ありがとう。めちゃくちゃ面食い。面食いですかね。それはもうお顔がタイプってことですか？顔もそうですし、なんか話し方とか、その旅番組を見てると人間性とかも見えてくるじゃないですか、うんうん、いろいろ旅してる過程で、うん、そういう人間性にも、まあ、いいなと思いましたし、うん、あとはなんか勉強熱心というか、うん、確かに、はい、SNS とかもたまに見たりするんですけど、結構リアルガチで狙ってませんか？たまにじゃないでしょ、しかも結構見てるんでしょ。結構見てます。結構しっかり見てます。じゃあ、その広瀬美香さんに、はい、ホガン君、ジェットコースター乗りたいなって言われたら？ちょっとその話し方ちょっと断りますね。あ、ごめんなさい、こんな喋り方じゃないですね。もうちょっと素敵ですよね。そんなぶりっこしないと思います。ジェットコースター乗りたいなって言われたら、うん、じゃあ行くかって言いますね。おお、うん、よっしゃ乗ろうや。あ、もしその理想の素敵な女性が目の前にいて愛の告白をするとしたら、どんなシチュエーションでどんな言葉で伝えますか？あのブラブラ歩いてる時に、あなあなあ、もう付き合おうやみたいな感じで言うかもしれないですね。おお。どうなの女性的には？女性的にはどうなの？好きなんだ。好き。あ、しかも、まあ、何がいいってやっぱ関西弁じゃないですか。そこなんです。俺と付き合わないって言われるより、あ、付き合おうやって言われた方がなんかちょっとグサみたいな。あ、破壊力ありますか？ありますね。あ、私だって今自分言われてないのにちょっとドキドキしちゃいましたもんね。じゃあこれを武器にしますわ。関西弁でいつでも
私その言葉お待ちしてます お断りしますあの新しいです逆に逆にここまではっきり、ね、はっきりちゃんと断られるの、ね、逆に初めてですよね。お断りします。素晴らしいハート強いですね。あ、自分持ってるんでこれハン・ホガン選手に福ちゃんが振られたところで、ここからはサッカーのお話へ移ります。最初に聞きたいのは J1 と J3 の違い。はい、J3 なら入らないようなシュートが J1 では、ね、普通に入ったりするんで、まあ、細かいことで言うとそのシュートレンジの範囲が J3 と J1 では全然違うなと思いましたし、スピード感もそうですし、ミスの少なさもそうですし、結構ギャップあると思いますね。うん、でもそれこそあの J3 からこう J1 のチームに移籍してくるっていうのもそれこそすごいジャンプアップというか、ご自身の手応え的にはどうですか。手応え的にはまあ、やれないことはないなっていう感覚は自分ではあって、例えば対人、守備の時の対人とか、守備に関してはやれそうだなっていうか、まあ、もっともっとこう、うん、向上していかなきゃいけないし改善する部分はありますけど、十分やっていける自信はあります。うん、どうですか、ウチーさんから見て。いや、最初はやっぱりさ、いろいろ戸惑いあったと思うね、はい、コミュニケーションの部分だったりスピードだったりついていくのが、はい、でもちょっとずつ自分でこう能動的に動くことで自分のプレーを出せるようになってきたし、今はこう試合を通して成長してるっていうのが僕らにも見えるから、はい、どんどんいい部分っていうのを吸収してぜひピッチの中でリーダーになっていってほしいなと思います、うんうんうん、うちのチーム静かな選手多いからぐいぐい引っ張っていってほしいね。静かな選手多いですか。いや、そうなんです、静かな選手多いのに。それはじゃあそこの役割はやっぱホガン選手に託さないと。そうですね、元気印なんで、そう、なんか期待する部分すごいたくさんあって忙しいですね、ホガン選手いや、ね、そう、でも僕はそれがなんでしょう、自分の強みだと思ってるので、うん、ディフェンスとしてのこだわりってありますか。やっぱそれこそディフェンスなんで失点しないこと、うん、これはもう今までずっとこだわってやってきましたし、ただでも失点に一番関わるポジションなので、その失点した時に落ち込むだけじゃなくて、次じゃあこの失点を減らすためにどうしたらいいのかっていうのをしっかり考えるようにします。いや、もう本当に最後の要というか、その点入れる前のね、はい、結構なプレッシャーやっぱあると思うんですよ、はい、俺が止めてやるじゃないかもしれない、まあでも、うん、止めるか、俺が止めてやるか、行かせないぞっていう、はい、うん、でも来ちゃうじゃないですか。来ますよね。先に先制点取られちゃったりとかした時にメンタルはやられないタイプですか。僕はもうやられないですね。あんま関係ない関係なくはないですけど、でもその失点がじゃあメンタル落ちたからってなくなることはないじゃないですか。でも取られたら、うん、もう次じゃあサッカーで勝つためには取り返すしかないんですよ。じゃあそのためにもう切り替えて、もう反省するのは試合の後でいいから切り替えて、次じゃあいいプレーするために頭の中クリアにしてとか、ポジティブな気持ちでとか、そっちの方が大事かなと思ってて、失点してどんどんこう沈んじゃうと、うん、チームがどんどんまた、下降していって、2失点目くらった時にはもう手遅れだなと思うので、先制点取られたとしても、うん、後ろからしっかり鼓舞してというか、チームをこう立て直せるような声かけをしたり、自分のプレーで見せたり、 そっちの方に僕は気を使ってます。なんでこうやられたらもうやり返すしかないやろっていうメンタルになります。いや、でもめっちゃ心強いですね、その折れない人がいるっていうのは、うん、僕はもう上手くないしサッカー上手じゃないんで、そういうところでしかチームに貢献できないと思いますし、だからこそそこではこう負けたくないというか、もうまさに多分チーム的にはそういうその強い気持ちというか折れない気持ちっていうのがすごく大事な時期じゃないですか、うん、今。そうですね、ね、はい、うん、この現状を打破できるのは自分たち次第だと思いますし、うん、この現状を作り出したのも自分たちなんで、まあ、逃げずに戦って、その結果、勝ちが来ればいいかなと思っているので、やり続けるだけだと思います。
やっぱり横浜 FC のサポーターの印象だったり、はい、あとはまあ三沢のスタジアムの印象、やっぱ暑いなっていうのは一番感じましたし、例えばチームが劣勢であんまりうまくいってない時とかでも会場を盛り上げてくれたりとか、それはやっぱりピッチに立ちながら逆に僕もそれに力をもらって、いやこのままこう沈んでたらあかんなっていう気持ちになるので、スタジアムに一体感はあるなっていう印象はあるんですね。でスタジアムもねサッカー専用で距離感も近いので、なおさら、その雰囲気はね感じますね。今シーズンの目標、今後の目標をお願いいたします。はい、今シーズンはまずはチームとしての、J1 残留、もう本当にここにどれだけこう全力を尽くせるかだと思いますし、その目標達成のために、自分の持ってる力を全て発揮して J1 残留絶対決めたいと思いますし、まあ、個人的に何試合出場とかそういう目標は特に立ててないんで、本当に一戦一戦目の前の試合のためにいい準備して、出番が来たら最高のプレーをしてチームを鼓舞して、本当何回も言いますけど J1 残留のために頑張りたいと思います。ウッチーさん的にはハン・ホガン選手に期待していることって何かありますか？まずは声を出してチームを引っ張ってほしいっていうのがありますし、残り試合全勝してほしいし、それ難しい話なんだけど、その中でも戦う姿勢っていうのは絶対毎試合見せれると思うので、その部分はやっぱり選手を代表してホガンにやってほしいなと思いますね。いやもう本当に横浜FCが戦えてないのはホガンのせいだって言ってもらえるように、本当に僕がもうね最前線で体張ってそういう姿勢を見せたいなと思いますし、さっきウッチーさんも言ってましたけど、リーダーになってほしいっていうこの言葉が僕には結構響いて、やっぱ今どうしてもこうチームを引っ張っていく存在っていうのが少ないなと思ってるので、後ろから声を切らさずに90分間最後の笛が鳴るまで戦う姿勢を見せて、いや本当にねこんな状況でも応援してますとか、頑張ってくださいとか、そういう言葉に選手たちも救われてると思いますし、僕自身も今はねこうファンサポーターの人たちとあんまり触れ合えないですけど、インスタグラムに DM くださったりとか、ツイッターでコメントしてくださったりとか、それを自分のモチベーションに変えて、クラブのために頑張りたいと思います。そのホガン選手のリーダーシップとパワーで本当にチームをねこういい方向にこう引っ張っていってほしいなと思います。引っ張り上げてほしいなと思います。頑張りましょうみんなで。頑張りましょう。頑張りましょう。お願いします。本当に心からお願いします。頑張ります。はい、お願いします。6月2日って何の日かご存知ですか？はい、6月2日は川崎フロンターレとの神奈川ダービーですね。それも大事なんですけれども、もう一個あるんですよ。もう一個わかんないですか？ちょっとわかんないね。横浜の開港記念日です。おお、そうか。そうなんですよ。で6月2日にですね、横浜開港祭っていうのが行われるんですけれども、はい、なんと今日横浜開港祭の親善大使の方が来てくださっております。お、はい、なのでご紹介します。こちらです。ドン、ウッチーさん。おお、すごい。すごいでしょ。じゃあ一人ずつお名前をお願いします。伊藤京香です。京香さん。藤川奈央です。奈央さん。はい、大森ひな子です。ひな子さん。で、お願いがあるんですよね。はい、お願いというのは何ですか？はい、横浜 FC のホームゲームで横浜開港祭の PR をさせていただきたいです。いいよ。お、いやいや違う、ダメなの？じゃあダメじゃないんですけど、せっかく来てくださってるから、なんかちょっとやりたいじゃないですか。じゃあ横浜 FC のクイズとか。あ、いいですね、いいですね。頑張ります。いいですか？
それではホームゲームでの横浜開港祭の PR をかけて親善大使の皆さんがクイズに挑みます。第1問、ダラン。僕がデビューした当時の背番号は何番でしょうこれ簡単でしょ、簡単でしょ。違う違う、あのさ、え、もうちょっと気使ってあげてくださいよそうだよね、そう、知らないよね。何年前です？2002年です。2002年。いや、ちょっとデビュー当時の背番号までは把握してないんですけれども、気合で、気合で、気合で。あ、ヒント出してるあ、2番。これは4番。22番。おお、正解。イエーイちょっと甘いな、うち。いや違う違う、嬉しくてピースしてただけなんだけど。あ、あえて嬉しいのピースだったんだそうそうそう。第2問、カズさんのゴールパフォーマンスは何と呼ばれているでしょう。あ、これはもううなずいてますよ。じゃあ同時に言ってみますか、じゃあせーの、カズダンス。おお素晴らしい。あれ、ちょっと一人だけ遅かったけど大丈夫だよ。じゃあちょっとダンスの方をね、可愛い女子たちにちょっとやってもらいたいなとやらせちゃうの、それ。福ちゃんやらせちゃうゴールを決めました。ゴールゴールゴール、可愛いあ、でもしっかりね、ポイントは捉えてて。ってことはウッチーさん、どうですか、ホームゲームで PR するっていうのは。いいですよ。5月26日のアビスパ福岡戦とかでどうですかね。いいんですか、いいんですか。いやぜひぜひ来てください。じゃあ、あの親善大使の方々があの試合に来て開港祭の PR をすると、はい、いいですか。はい、またこう番組見てくださってる視聴者の方にも、あのぜひ開港祭のことを知ってほしいので PR どうですか。はいはいはい。当日はコロナ対策などを十分に行い、皆様に安心してご参加いただける開港祭となっています。入場を5000名に制限して行います。 YouTube 上でのオンライン配信も予定されていますので、ぜひ YouTube のチャンネル登録をお願いいたします。 Instagram や TikTok で親善大使の活動の様子をアップしています。フォローといいねお待ちしております。コロナにちゃんと対応した開港祭ということで、はいはい、ぜひ開港祭皆さんにも楽しんでいただきたいと思います。ただ横浜 FC のファンサポーターの皆さんは神奈川ダービーも忘れちゃいけませんね、うちさん。そうですね、あの横浜開港祭と神奈川ダービーどっちも盛り上げられるように頑張りましょうでしょう、はい、じゃあ6月2日盛り上げていきましょう。はい、はいはい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。またね。ありがとうございました。ありがとうございました。いつでも来ていいよ。この番組は株式会社アンデザインと、食を通じて喜びと感動を、株式会社レオックの提供でお送りしました。魂。魂。魂。